はい、どうも、今日は4月2日だね。土曜日です。はい、まあ今日でできれば最低最悪ここら辺までやって、あとは木とかもばらせたらいいかなと思います。で、木ばらして、釘を抜くまでできたらいいかなって感じです。で、まああともうちょい、もう少しで終わるんで、まあ、あとはね、釘が落ちたりすると、車のタイヤパンクしちゃうんで、それだけ気をつけてやっていこうかなと思います。で、明日になれば、水道屋が来るんで、ちょっと水道屋さんの来るスペースも作りたいです。あとはここだね。ちょっとはしご出して、まあ、石膏ボードをぶっ壊したくないけれども、まあ、グリグリやるしかないよねって感じでやっていきます。はい、ですね、また始まりました。ですね、これが かなり、ね、永遠続く作業だったんですよね。まあ、だいたい2日か3日ですね、これ終わったのは。まあ、まだまだ柱が屈層重くて、柱の下の方ですね、地面に近い方はやっぱり雨水に浸されてそのまんま乾かないまんまいたり、湿ったままだからシロアリに食われて腐ってたからそれはそれでいいんですけど、その柱というか上の方ですね、枠を作ってる下じゃなくて上の枠を作ってる材、なんて言うんだろうな、なんていうかわかんないですけど、そこの木は実はまだまだ使えるんですよ。だからこれがね、頑丈でしかも屈層重たかったわけですよ。で、それでいてこのトタンの屋根ですね、かなりあれ釘打ってあるんですよ。とにかく頑丈にしてあったんですよ。だからその頑丈に打ち込んである釘を外す作業、これがまたしんどかったですね。で、これ蚊取り線香の空き缶を、まあ、何で持ってきたかっつったらこれ釘ですね。古釘とか、あとはまあなんかこのトタンを打っていた、とにかく釘を、まあ、集める作業ですね。ここも駐車場になるし、で、今この動画で僕がいるところっていうのはウッドデッキを作る予定の場所です。なので、まあ、とにかく一つ一つばらして、片付けてっていうことをしていかないと、作業スペースがなくて、あとその作業スペースもそうですけど、まあ後々どこに何を作るかっていうそのスペース自体がないんで、まあ、一つ一つ進めていかないとダメなんですけど、その進め方によっても作業の進捗全体に影響してくるっていう感じで、こう微妙にスペースがないんですよ、この家。なのでこれがどうしようって感じですね。で、かなり鼻かんでます、あの動画の中では。なんでかって言ったら、すごい花粉飛んでるんですよ。やっぱり僕も花粉症持ちなんで、こんなにまだ4月の頭でここまで花粉飛んでんのかなっていう、そんな感じで、もうとにかく鼻水と目がかゆくて、どうもならないんですよ。だからこれ作業やってる間ほんと辛かったですね。で、しかもその辛い作業がこれまた単調なので、まあ、秋も来る、でも秋が来たところで進まなくちゃいけないんで、進まなくちゃいけないのに、まあ、花粉症で鼻がずるずる出てくる、まあ、目が花粉症でもう涙は止まらないで、とどめにかゆいんですよ。これまたどうしようかなっていう中で作業ずっとしてましたね。で、しかもとどめにクソ寒いと、とどめが2回入りましたけど、この時期はまだ4月の上旬といえど、やっぱり秋田寒いっすよね、当たり前ながら。
中日が出れば、まあ多少は基本的にはいいんですけど、日が出ると花粉飛ぶんで、これまたどうもこうもないんですよね。だから、この小文字型のくぼみだと、あれ、風があんまり来ないんで、多少花粉が来なくて、まあ、やってられるかなっていう具合なんで、この場所で作業はしてます。なんだろうな、ひたすら釘抜いてましたよね。で、釘抜けないんですよ。なんかあのコンクリートのビスっぽくて、なんかネジ山のある釘なんですよね、このトタン止めるやつって。これ、まあ、早くあの単管パイプでカーポート作りたいんですけど、なかなかそこまでの作業がいかない、そこまでいけないんですよ。まあ、多分そこまでいっちゃえばもう早いんですけど、まあ、これの前にまだ控えてるのが、あでもそのカメラアングル的に見えないんですけど、これ庭石が埋まってます、ここ。でその庭石が多分100キロぐらいあるんですよね、でかくて。なんでまずここも早く終わらせないとダメなんですね。ああ映った映った、あの右側に蛇口があって、その蛇口の下にでっかい石があるんですけど、これ庭石ですね。なんか知んないですけど、こういう庭石がめちゃくちゃあるんですよ。庭石ってあれもらってくるんですかね、こんなクッソでかくて、こんなクッソ重たいので、しかも埋まってるんですよ。でこれ家の廊下のあるコの字回廊で、後ろは書斎ですね。でこれ増築をしてるがゆえにこんな感じです。多分増築自分でしたんでしょうね。でこの増築の部分はどうなんだろう、結構後付けで増築された割にはしっかりしてます。やっぱりその平屋だからね、2階3階を増築してないんで、その分あの作りはまだまだしっかりしてます。でとにかくここなんですよ、この蛇口があるところは元々の中庭で、まだ根っこ埋まってるんですよ、あの中途半端な木の根っこなので、ここを早くウッドデッキにしないとこの家が住みにくくてしゃあないんですよね。で住みにくくてしゃあない理由っていうのは、まあ、前の動画でも言ったと思うんですが、言ったからまあどうでもいいけど、まあ、もう一回言いますけど、ここにウッドデッキ作んないと、あの物を干すスペースができませんね。はい、なのでこれをどうしようかなっていう感じです。まあ倍速にしてますけど、まあ、とにかく単調で長いんですよ。やっぱり量がありますね。なのでまあいろいろ、やっぱり住んでいないと家っていうのは脆くなるようですね。まあ当たり前の話ですけど、だからどうしようかな、季節労働、まあ冬の仕事はしたいんですよ、スキー場のバイト。だから冬だけ働いて、まあこの雪のない時期だけが、雪のない時期に生活をしたいんですが、そうも言ってられないような感じです。なので、もう一回バチッと頑丈に、まあ、カーポートなり単管パイプぶち込んで作るか、それともめちゃくちゃにぶっとい木で作るのかっていう選択肢なんですけど、木で作ると絶対朽ちるんですよね。で木で作った場合、まあ、なかなかめんどくせえと。その木の柱の下には絶対ピンコロみたいなのを置いて、それで固定しなくちゃなんで、であとは木で作った場合、なんだろうな、
コンクリートの基礎っていうか、柱の付け根のところは絶対地面の中に埋めないと、あれ風で飛んでくような気がするんですよ。ここ風強いんで。だからやっぱり、木でカーポートをもう一回作り替えるのか、それとも手軽さを重視して、まあ単管で組んでいくのかですね。まあ単管であれば、まあ基礎の部分を、まあ、地面に埋めて、で、垂直に埋めた状態で、コンクリート流し込んで固めちゃって、で、あとはやっていけばいいだけなんで、まあ、あんまりめんどくさいことはないですね。で、まあ、トタンにすると、トタンにして風をもろに受ける分飛ばないようにする、飛んでいかないようにするっていうふうにする工夫が絶対必要なんで、で、足元の、まあ、固定の足場にするのか、なんでしょうね。足場っていうか、なんだろう、単管を固定するやつがあるんですよ。で、それと、なんだろう、足場屋さんで足場の高さを変える、なんか、やつがあるんですよ。下が、なんかネジっぽくなってて、水平が出なかったら、それで、ネジを回して、高くしたり、低くしたり、するものがあるんですけど、それで、まあ、やれば垂直もしくは水平も、まあ、出しやすいのかなと思います。でも、まあ、どっちにしろ飛ばないようにしなくちゃいけないんで、埋めないとなんですよ。単管の なんだろうな、単管の下かな、まあ、そこら辺は絶対ね、コンクリで埋めて固定しないと頑丈にはならないんで、まあそこら辺は、まあそれ避けて通れないかなっていう感じなんですが、一番のネックとして、まあこの動画の右側には蛇口があるじゃないですか。パイプを立てたいところで、セメントで固定したい。まあセメントで固定するなら、地面、まあ、ちょっと掘んないといけないんですけど、その掘るところにバッチリ水道管が埋まってる可能性が高いわけですよ、今のところ。まだ掘ってねえからわかんないんですけど。だからそこら辺まで行ったらどうしようかなって、今先々の懸念はあるんですけど、まあ、そういう先の不安っていうのはそこに行っはい。た時点で、まあどうにかまあ、だいすれぶ、ばいいやって感じなんで、ボまあ、タンだけは全部とにか取っくね、たけガンガンど、進んでいかまあ、あないとは、と、もうダメな感じ切でたす時ね。にね、とりあえず、金工用のサンダーでぶった切っていこうかなと思うんで。いやー、まだ終わらないんですよ。で、あこれが終わり見えー、いやいや、てき花た粉が感すじごでくすてね。さ、一番最初の頃からすなるので、と、とりあえず結構首減っ取って、てきた感じです。金工用サンダーともしくは丸ノコでもっとズタズタにします。で、ここ開けないと、ちょっと屋根の上あれ取れないから、ちょっとここ先スペース。はい、ではこんな感じで、なんとかやってます。夏頃までにはオープン。今年こそしたいと思いますね。では、頑張ってるよい、バイバイ。